皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁太プレゼンツバイオレディオでございます。さあ千葉ちゃん、はい、まあ、この番組たくさんの政治家の方出て、ね、もらってますけども、はいね、はい、案外久しぶりですかね、もしかして その政治家の方自体が ね結構そうですね、はい、でもね、いつもね政治家の先生来ると本当は固い話をしなきゃいけないと思うので、いつも緩くなりがちなので今日はどうなるのかなと思っておりますが、それではゲストの方ご紹介お願いいたします。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介します。衆議院議員の中西健二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、森下先生と中西先生のご関係は、そう、じゃあ先輩後輩、はい、高校、高校のね、高校の先輩、もう絶対ずっと頭が上がらない。本当ですか？本当にそうですよね。もう学校の先輩後輩とか、はい、会社入った時の上司というか先輩後輩ってはい、はい、ずっと先輩後輩じゃないですか。いくら年経ったってずっと先輩後輩なので、はい、これずっと変わらないんですよ。本当ですか？はい、おいくつ違いでしたっけ？2つ？でも3年生と1年生。はい、3年生と1年生。はい、でも2学年。当時は知らない。知らないよ。知らない。卒業して、知らない。僕なんせ帰宅部だから。知らないんで、はい、その時のその先輩後輩っていうのを引きずり感っていうのは多少薄まってます。そうですね、あの時からこの中西とか言われたらすいません先輩ってなるわけじゃないですか。でもそれがないので、先生としては再会というか、まあ、同じ学校だって分かって、その再会国会議員になってからなってからですね。そうなんですね、はいはいはい、あれ実は後輩ですか、はい、みたいな。そう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 、プロフィールを見て、はいはい、はい、で私参議院2期やったんですけど、はい、1期目は、まあ、その時の新しい政党だったみんなの党っていうところで戦ったんですよ、はいはい、で2期目になる前にみんなの党って解党しちゃって、はいはい、なくなっちゃったんですね、うん、でそうなると、まあ、無所属だったんですけど、うんうん、その無所属の参議院議員の中西健二はちょっと大変なんじゃないかって見つけてくださったのが、うん、もう森下先輩だったわけですよ。そうなんですね。誰か応援しなきゃ、はい、で横浜や神奈川県の選挙区なんですけど、はい、だったんですけど、その神奈川県のお知り合いをなんとか連れてきてくださって、うん、はい、味方にしてくださったりしたんです、そう、じゃあもう、はい、森下先生が当選させたみたいなもんですね。いや、そんなことない。ありがとうございました。解凍した時に浅野先生もね、この番組に出てくれて、そうですか、浅野先生がお金を返さなきゃもうちょっと楽だった気がするんですけど、なるほどそんな話見せたんですけど、ね、浅野圭一郎衆議院議員は、はいはい、私、今参議院ですね、浅野圭一郎参議院議員は私の大学の同期なんですよ。お、大学の同期でも本当にまるっきり同じ年でもあって、で、はいはい、まあ、よく知っているんですけど、うん、森下教授は浅尾圭一郎さんのこともよく知っていたので、うん、はい、そんなつながりもあって、なるほど、私を見つけてくれた、後輩だっていうのを見つけてくれたっていう、そういうことです。浅尾先生来ましたよ、なんか森下君の後輩が、ね、国会議員でいるんだけどと言われて、誰でしょうみたいな相当厳しい参議院選挙になりそうだっていう、そういう話で、ね、で本当に厳しかったんですよ。はいはいはい、投票日があるじゃないですか、はい、で投票日が、まあ、投票が8時に終わって、それからこう開票が始まるんですけど、8時からも当確当確当確出てくるじゃないですか、うん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 、で選挙区、選挙っていうのが、まあ、全国であるわけですよ、はい、選挙区ですから、はい、で神奈川県の選挙区の私4番目だったんですけど、定数4のうち4番目に入ったんですけど、それって全国の最後に1議席うわー、せっかく最後に緊張感すごいっすね夜中の1時とかそういうんですようわー、みんながバラつけるテレビがあって、はいはいはい、もう疲れ切った雰囲気になって、はいはいはい、もう本当にもうほとんど空いてるわけですよ、はいはいはい、でもうこのバラがついてる、花がついてるわけですよ、はいはい、けどついていないのが残っているのは大体東京選挙区と神奈川選挙区です。はー、人口が多い、そもそも有権者の数も多い、時間がこの札が見るの、表前見るのに時間がかかる、その上で定数が多いので、はいはい、この1位2位の人はバーンと入りますけど、はい、3位とか4位のあたり大体すっごい競るんです。3位5位6位のあたりが、はい、で最後までわからないっていう、そういう選挙でございました。本当に大変でした。そこからずっとね、政治家の先生として頑張っていただいているわけですけど、今日もちょっとね、お呼びして、はい、僕らがお金持ちになる話を聞こうと。お金持ちになる話、兄さんって聞いたことある？兄さんもちろん知ってますけども、兄さん新しい新兄さんを作った先生だから、はいはいはい、ね、はい、直で教えてもらったらね、はい、ちょっとお金持ちになるのはその辺ちょっと伺いたいなと思っておりまして、もともと
あれなんですよ、証券会社にで働いてらっしゃったんですね。証券会社は世界を代表する証券会社、そう、JP モルガンですからね。 JP モルガン証券って働いてるっていうか、はい、働いてないわ、経営してる、そうだ、もうもはやトップですよ。そう、同社の取締役副社長に就任。そうですね、全部で、ね、21年間大学を新卒で出て、はいはい、あの JP モルガンに入りました。1988年、うん、はい、当時は外資系に入るなんてすっごい珍しかったんですけど、そうです、当時です、もう超売り手市場じゃないですか、はいはい、日本の金融機関みんな AAA、 世界をこうバッコしてます、うんうん、証券会社みんなそうですみたいな時に、なんで、うん、なんでアメリカの金融機関なんか入るのって、私もあの、就職内定解禁日とかに、うん、もう先輩からバンバン電話かかってきて、はいはい、三和銀行だとか三菱銀行だとか東京銀行、これ全部言えるじゃんか、住友銀行だとか、そういう先輩から電話かかってきて、お前バカだ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 って言われるわけですよ、はい、だから外資なんて新卒入るとこじゃねえと、うんうん、あれもうまずは日本の金融機関に入って、うん、で外国に留学もさせてあげるよと、で帰ってきてからもう後からあの外資来たきゃいけないじゃんみたいなことを、うん、みんなに言われて、あ、みんなにバカだバカだバカだって言われると、それ個人にもなりますよ。ね、中西先生東大ですもんね、うん、だからバカだのレベルが、うん、もうね、うん、ちゃうもんな。でもバカだバカだバカだって言われて、で意固地になるというか丸職になるのは、はい、この森下先生多分共通項があって、はい、あの武蔵高校って、うん、そういうなんかみんながやってることを良しとしない風潮ってすっごい強いんですよ。変わり者なそうなんですね、はい、だからあの、部活とか行ったって運動部って感じじゃないんですよ。ほうほうほう、みんなこう太陽観測部とか太陽、うん、研究素敵なものが、まあ、あとは鉄道研究部とかそういうのがみんな大好きで、はすごいオタクになってくるんですよみんな、ね、運動会も自由参加ね、運動会も自由参加、運動会が自由参加、はい、でもともと私服だし、だ自由参加だったらもう下手したらもうほとんど生徒来ないから、ね、全然来ない、参加したことない、全然、うわリレーとかどうなるんで、ないんですか、ない、リレーない、何するんですか、ね、あの棒倒しとかね、騎馬戦とかはあの有志でやってますよ、有志でやってますよ、参加してないから、先生も参加しなかったんですか、初めの人は参加してましたけど、もうええかと、まあ、途中から背を向けるようになりました。一応ね、なんかね、行かないんじゃないんだよ、うん、投稿はするんだけど、やってるところでみんな部屋の中入ってなんか食べて、ね、弁当だけ食べちゃうみたいな、なんかね、時代の風潮もあったんですけど、まだ昭和というこう時代だったじゃないですか、でね、みんなね太宰治とか読んでんですよ、あ、喫茶店とかにこもって、中原中也のこう詩集とか読んでたりするわけですよ、はいはい、三島由紀夫とか読んだりして、はい、どうもみんなで食べるって感じでも実はないんですよ、ね、まあ、喫茶店には行ってんだけど、なんか一人でこう、あ、高校生が喫茶店行くのおかしくない、高校生喫茶店まだいいじゃないですか、まあまあ、ね、そこでなんかこう気だるそうにしてる、そうです、アンニュイっていう感じでいる人たちが多いところなので、修学旅行もなかったです、修学旅行ないんですか、そう、何してるんですか、じゃあ、え、旅行行かないんですかみんな、以前はあったんですよ、で僕の2つ上ぐらいで、はいはい、やめたって、行く上だな、修学旅行をやるかやらないかっていうのは投票したらしいみたいな、意味が分かんないですけど、それ、思い出なんていらねえってことですか、いやいや結構自由なところなのでもうこう言っちゃなんですけど、あの飲酒とか喫煙とかいうのも早くから閉める人が多いんですよ、まあ、私服だったし、あ、まあ、ね、で周りに大学がいっぱいあるんですよ、はいはい、あの 日大の芸術学部だとか、はいはいはい、武蔵野音大とか武蔵大学とか、はい、大学がめちゃくちゃ集まっているので、あの喫茶店とか居酒屋とかすっごい多いんです、あ、その大学生に混じって、ま、バレないように、まあまあまあ、バレ普通だったら分かってるんでしょうけどそういう人たちがあの修学旅行でもどんちゃんやっちゃうんです、あ、どんちゃんやっちゃって、で、あの前は、新幹線の中で食堂車があったじゃないですか、うん、はい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 、食堂車の中ですごいっすね、どんちゃん、僕らの世代、世代でもちろんね、やっちゃった世代があって、先生もだって一緒に行ってるのに、あれのに決まってるじゃないですか、そうで、それがまだもう投票どころか、そうじゃないですよ、もう基本的にはダメだっていう方向で生徒会で決めたんですよ、そうそう、でも一応ね、はい、僕なんてやりましたよ、やりました、それいいかどうかというと、なるほど、でもその修学旅行なんかしょうもないからね、やめようというのが圧倒的多数を占めて、大人なんやな、みんな、そういう意味ではそうなんですよ、そのあの
なんだ、ここ、まあ、中学からそうなんですけど授業がもう本当に大学のゼミと同じです。あ、もう研究テーマは違う、先生が自分が研究したいテーマをただ授業でやってるだけです。はあ、チリの先生は地理の先生なんですけど、パプアニューギニアでの芋の育て方とかだからあれでしょ、受験に必要な勉強は各々で やるから別に英語いいわけでしょ。英語は1年間サマセとモーも読む、そうサマセと読む、そうツキトルクペンスをずっと読みました。そうそうそう、でもみんな日本語の訳を持ってる。古文だって紀貫之の土佐日記、あれを原文で読む、はい、要するにその頃ってやっと仮名ができたような時代なんですよ、はい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 、でその変態仮名をずっと読むわけですよ、はいはい、今の人全然読めないです、はい、何のために読んだのかよくわからないですけど、はい、男もすなる日記というものを女もして耳にとって するなりっていうところからずっと読む。1年間それやん、1年間ずっと土佐日記を読んで。先生もおかしいんですね。先生もおかしい、おかしい、先生もおかしいですけど、私たちそれを良しとしてやってたんですよ。はあ、でも結構面白いなと思って、私も変態がすっごい読めるようになっちゃっていやそういうのはまだ自慢する学生が多かった、ね、高校2年から、ね、第二学校入りましたね、大学そう、そうだから高校2年から英語、ドイツ語、フランス語、中国語だったかな、中国語だから3つから選ぶ、はい、うわーすごい、そう、そういう意味ではいや語学も相当早くからあるんですよ、はいはい、私この間委員会の派遣で、はい、全然話違っちゃっていいですか。いいですよ、いいですよ。離島に行くっていうので、はい、フランスのコルシカ島と、はい、イタリアのシチリア島行ってきたんですよ、はい、すごい強行軍でしたよ、はい、本当に4泊で8回も飛行機乗り継いで、いや相当大変だったんですけど、一つシチリア島で向こうの、州の、はい、要人たちとミーティングしたんですけど、はい、でイタリア語ですよ、もちろんイタリア語で、はい、で通訳もいて、はい、日本からイタリア語にそう通訳してもらえるところで、うん、私いきなりイタリア語喋り出したんですよ、みんなもうあぜんですよ自己紹介から全部イタリア語で喋って、で、はい、でなんでイタリア語のなんか喋ってんだっていう説明もするわけですよ、うん、自己紹介があったら、はい、そしてこうイタリア の、料理が好きだとか、口なイタリアの大好きだ、クルトゥーラ文化が大好きだとか、ワインが大好きだとか言ってると、向こうすっごい喜んで大笑いになるわけですよ、すごい打ち解けたいいミーティングになりました。それがその武蔵の第二外国、まあ、武蔵の第二外国にイタリア語が入ってなかったんですけども入ってなかったんですけど後から勉強しました。でもすごい、すごい日本の銀行が良かったですね。いやそうだ、その話だったのか、JP モルガンに入るって言って周りからなんでお前そんなとこ入んだって同級生にバカにされたのに入りましたっていう話で止まってます、はい、今本選解消したから、ね、よくぞ戻してくれました。21年間やりました。2個になって入って21年間やった、21年間やりました。で元々の話に戻ると、はい、やっぱりこの日本っていう国がやっぱ経済も良くなって、そして、社会保障とかのお金を回るようにしていきたいっていう中では、うんうんうん、やっぱり経済を良くするそのうちの一つとしてお金がちゃんと回ってるってことが必要だ、うんうん、あと個人家計に対してもちゃんとこう賃金という形だけじゃなくて、やはり企業が成長したりするのにその恩恵もこぼれるようにしたいよねっていうので、うんうんうん、株式を投資をもう少し運用というのをしたらどうだっていうので、新NISAというのを作ったうちのみんな作ったんですけど、はい、そのうちの、まあ、小裸に主張した一人です。そうそう、それは専門ですからね、はい、なるほど。ということでそのニーサについて、新ニーサについて本当は聞きたいのにもうお別れの時間ですということで、いやもちろん忙しいとは思うんですけどもちょっと来週また来ていただきたいな。まだ何も儲かってない、僕ら何にも儲かってない今ただ先生たち2人の高校時代のはちゃめちゃな学校生活聞いただけでしたからということで来週も聞いていただきたいと思いますけども、最後にですね、おすすめの1曲紹介していただいてお別れしてるんですけども、はい、何かありますでしょうか。はい、もう、私も、中学高校で、特によく聞いてたのはロックだったんですけど、はい、このロックバンドクイーン、はい、クイーンの Born to Love You、 これ聞くとすっごい元気になるので、私の選挙の時の、決起集会の、はい、私の入場テーマになってます、はい、クイーンの Born to Love You です。